コムドットが他人の楽曲を勝手にリメイクして炎上した件どう思いますかあのニュースで見た程度なんで浅い知識で話しちゃうんですけどコムドットのヤマト君っていう方が他人の曲だかなんだかオリジナル曲だってことで TikTok に上げちゃったっていうことでた、まあ、叩かれてたんですけどいや僕はぶっちゃけよぶっちゃけ別にそんなに叩くことじゃなくねっていうのが正直な本音です もちろんそれが規約違反だったりとか、まあ、その著作権の関係でダメだよねって批判されるのは分かるんですけど、まあ、本人だって別にその悪気があって意図的に著作権を無視してやろうぜとか他人の曲使って飯食ってやろうぜと思ってやったわけじゃないと思うんですよだから注意されるぐらいの程度でいいんじゃないかなって思います。やっぱりこう で彼らも20代そこそこじゃないですかで若い世代じゃないですかで若い世代の人たちが些細なミスをしたことを叩くってすげえ日本社会の良くないところっていうかかっこ悪いところだなって思っちゃうんですよ別に良くないですかそんぐらいってだめだよって怒られるぐらいでいいじゃないですかでもなんか荒さがして荒さ,がらされる理由が人気だからなんですよねやっぱコムドって何かやったってなったら数字取れるんですよそれはちょっとなんか違うんじゃないかなって 思いますよそんなこと言ったら世の中違反してる人なんて5万といるわけじゃないですか5万といるわけなんですよ、うん、だからもちろん著作権大事ですよ著作権って守らないといけない大事な権利なんで安易に侵害しちゃいけないしそれに対して怒られるのは仕方ないコメドットが悪いともマジででもそんな躍起になって大人たちがみんな叩くことじゃなくね、うん、正直な感想ですね、はい、でまさにこれが出る杭が打たれるってやつですね出る杭が打、えー、たれるってやつだと思ってます、はい